山本周五郎作、明日なろう。一。薄汚れた手ぬぐいで放課ぶりをした百姓風の男が一人、芝金杉のかっぱ菓子をさっきから行ったり来たりしていた。日はすっかり暮れてしまい、金杉川に面したその片側町は、涼みに出た人たちで賑わっていたが、 誰もその男に注意するものはなかった。やがて、灘球と軒ちょうちんのかかっている、かなり大きな居酒屋から、職人風の男が出てき、それを認めたこちらの百姓風の男が素早く近寄っていった。二人は並んで歩き出し、百姓風の男が何か聞いた。片方は首を太っ 二人はなおもささやきあったが、ち木戸のところで引き返し、今度は百姓風の男が、灘球の縄のれんを分けて入っていった。二。おめえ少ししゃべりすぎるぜ。これも女をものにする手の一つさ。若い方の男が言った。冗談じゃねえ。 兄だってゆんべは結構喋ったじゃねえか。ち、ゆんべだってやがら。年上の方の男は、右手の指のせで鼻をこすった。俺がゆうべ何を喋ったこの辺の生まれで、何でも大きなおなの次男坊だったとか、二階造りの家に土蔵が三個前もあったとか、小さい自分から暴れもんで、近所のものはもちろん、 かわい,い妹までいじめてよく泣かしたとか年上の男は笑いながら首を振った「出任せだ本気で言ってたぜ」「でたらめさ酔ってたんだ」と年上の男は酒をすすってから言った生まれたのは宇田川町うちは小さな酒問屋だった 蔵というのは古い酒蔵が二棟で、一つは半分壊れかけていたっけ。寝年の火事できれいに焼けちまったそうだがね。すると、うちの人たちは、酒が来たぜ。小女が寒毒栗を二本、盆に乗せて持ってきた。年上の男が魚を注文し、若い方の男は酒を調合した。 空いているとくりへ新しいとくりの酒を二割型移し、脇に置いてある土瓶から薄い番茶を継ぎ足すのである。つまり番茶を二割型混ぜた上で、その酒を飲むのであった。おめえは不思議なことをするな。と、年上の男が言った。そんなものを飲んでうめえか。松兄や知らねえんだ。もっとも初対面から三日しか経っちゃいねえからな。 若い方が言った。こいつはバンタのじじいに教わったんだがこうして飲むと中気にならねえって言うんだ茶が酒の毒を消すんだってよじじいは80まで丈夫でいつも安酒を絶やしたことがなかったが現に中気にもならず胃を病んで死んだよするとおめえも中気になる年まで生きてるつもりか100までもな 若い方はやり返した。生きられるだけ生きて楽しむつもりさ楽しく生きる方を知ってるものには、この世は極楽だぜ人を泣かしててめえだけ極楽か兄は知らねえ女ってものは泣くのも楽しみのうちなんだ」と若い方は言った「ほらこれまでに。 そうさ、十五人ばかり女を物にし、楽しむだけ楽しんでから売り飛ばした。おかしなことにどの一人とも夫婦約束はしなかった。夫婦にゃあならねえと初めから断ったもんだ。この店の広い土間には、差し向かいに六人かけられる半台が三つ。四人でかけるのが三つ。 左右の壁に沿って片方だけに七八人かけられるのが二つあった。今忙しい時が人盛りすぎたところで、この二人のほかに三人組と二人組の客があり、別の反対に百姓風の男が一人いた。その男はもう半時以上にもなるのに、小出しの小皿を前に置いたきり、一本の酒を舐めるように大事にすすりながら、 時々松兄と呼ばれる男の方を素早い目つきで盗み見していた。3人組と2人組の客たちはどちらも相当によって高声で話したり笑ったり時には歌を歌ったりするのでこっちの2人はしばしば話を遮られた。「俺がこんな人間になったのも女のためなんだ」と若い方が言っていた。 男ってもな赤ん坊からだんだん育っていくだろう。五つの年には五つ。塔になれば塔って具合にさ。ところが女はそうじゃねえ。女ってやつは、立ち歩きを始めるともう女になっちまう。男だって生まれた時から男だろう。そうじゃねえんだ。若い方はそこからうまい言葉を見つけ出そうとでもするように、 持っている杯の中をじっと見つめた「色気づくでもねえな」と彼は首をひねってから考え考え言ったつまりこんなふうなんだ男にはねえが女にはおませな子っていうのがあるだろう。女の子はこんなちっちゃな自分から変に品を作ったり横目で人を見たり済ましたりするが おませになるとともう大人と同じだ。色っぽいところも恋路の悪いところも男にちょっかいを出すところまでおんなじなんだ嫌なやつだなおめえは松庵には知らねえか俺は文治ってんだと年上の男が言った何を聞き違えたか知らねえが名前は文治ってんだから覚えといてくれおかしいなあ 若い方が言った。はじめに俺がマサだと名乗ったら、兄は確か、文治だ、と彼は追っかぶせるように言った。職は差し物し、名前は文治。わかったかわかったよ、とマサはうなずいた。それで、と文治が促した。俺が何を知らねえってなんだっけ ああ。マサは一口すすると、反対へ肩肘をつき、文字をハスから見上げるようにしていった。兄は小さい自分、女の子にちょっかいを出されたことがねえかって言うんだ。ねえなあ。と、文字は答えた。俺の方から乱暴して泣かしたことはあるが、女の子にちょっかいを出されたなんて覚えはねえ。俺はいくたびもあるんだ。 一番初めは4つの年だ。彼は追憶をなめるような口ぶりで言った。相手は同じ町内の娘で年は6つか7つだったろう。増上寺の境内遊びに行って竹藪の中で仰向きにされておっぺされた。その時背中で竹の枯れ葉がゴソゴソ鳴ったのと竹の葉の匂いがしたのを今でもよく覚えているよ。 は無感動にいいていた。その娘には何度もそんなことをされたが何度目かに町内の筆屋の路地で隅田原へこうよっかかったままおっぺされているところおふくろに見つかったまさは肘をついた手で頬を支えながらクスッと笑ったおふくろにこっぴどく叱られたっけこっちは何にも知っちゃいねただその娘の言うなりになってたんだが おふくろに叱られてからそれが恥ずかしいことで人に知られては悪いんだってことに気がついた「4つや5つでか?」「4つの年の夏だったよ」「おめえは嫌なやつだ」「文次は顔をしかめた」「俺がか?」「まさは見起こした」「俺は何にも知らなかったんだぜ」「突き飛ばしてやれ」と文次が言った。 四つだって男だろ。そんなことをされたら張り倒すか突き飛ばしてやればいいんだ。それがそうはいかねえんだ。こっちは訳が分からねえのに、相手は大人みてえになってる。マサは唇をなめた。俺がぐれはじめて娘を引っかけるようになってから気がついたんだが、六つか七つでいながら、そういうときに行ったりしたりすることは、大人とおんなじなんだ。ほんとだぜ。 子女が、魚の皿を持ってきておき、空いている皿や小鉢を重ねて、脇の方へどけ、酒の注文を聞いて去った。一度こんなことがあった。これは今言った筆屋の娘で、八つくらいだったかな。いいものを見せてやるから来いって言うんだ。マサは一口すすって続けた。そうよ。事故院の裏に空き地があって。 隅の方に高さ三尺ばかりの笹ささやぶが茂ってる。その中へ連れ込んだと思うと、その娘が座って、両足をこう、パッと左右へ。どこかで聞いたような話だぜ。まあさ、と、マサはなお続けた。まあ、それはいいんだ。そりゃよくあることかもしれねえが、俺の言いていのは、その時の娘の目だ。 こうやってパッと広げてから、俺の顔をじーっと見つめてやがる。広げて見せるだけじゃねえ。それを見て、俺がどんな顔をするかっていうことに興味があったんだな。ずっと後で、そういう真似をすることの好きな女にたびたび会ったが、そういう女たちと八つの娘の目つきがほとんど同じなんだ。ほんとだぜ、兄。それでつまり、と、文次が言った。 女は子供の時から女だってわけか。現にこの身でぶっつかったことなんだ。本当だぜっか。と、文治は首をゆっくりと振った。おめえは嫌な奴だ。三人組の客が感情を命じ、そこへ四人連れの客が入ってきた。その四人はもうひどく酔っていて、三人組が去った後、 帰って店の中は騒々しくなった。二人組の客は一度口論を始めたが喧嘩にはならず、互いに慰めたりなだめたりしながらまた仲良く飲み続けていた。くどくってね、へ <laughs> へと、マサが話していた。女をくどくなんてバカなこった。下手にくどいたりするから女は用心しちまうんだ。女を物にしたかったら、 体を責めりゃいい。いきなり抱きついて口を吸う。嫌だって言ったらもう一度やる。二度三度とやりゃ女は黙っちまうもんだ。子供を騙すようなもんかただしみんながみんなじゃあねえぜ。中にはたのすけが裸で抱きついたって、石みてえにびくともしねえ女がある。そいつを見分ける目がねえとしくじるんだ。おめえはしくじらねえんだな。 そんなのにあてを出さねえからな。情にほだされることはねえか。はじめから夫婦にならねえと断るくれだぜ。と言って、マサはおかしそうに含み笑いをし、文治の方へ半身を近寄せた。おもしれんだ。兄、女をものにしていよいよそうなるだろう。するとな、そこで彼はまた含み笑いをした。 ある女はどうしても口を吸わせねえ。これだけは綺麗にして嫁に行きてえって言うんだ。また別の女は父に触らせねえ。父だけは亭主になる人へ綺麗なまま持って行きてえって言うのよ。その次はへそか。嘘じゃねえってば。と、まさは口を尖らして言った。口だけはとか、父だけはとか、嫁に行く時の自分の気なぐさめだろう。 どうしても触らせねえ女が幾人かいた。けれども、肝心なところを避けたものは一人もなかった。ほっ、いやあ、こいつは正真正銘のことなんだよ。どっちでもいいが、本当だとすれば罪の野郎だと、文治が言った。そうやって女を物にして、楽しむだけ楽しんだ後は売り飛ばすか。 それも女のおかげさ。四つか五つから女の子にちょっかいを出されて、十四五になるともう女の他に何にも興味が持てなくなっちまった。マサは何の感情もない微笑を唇に浮かべた。どんなに惚れた女でも、ものにしちまうともうそれっきりさ。すぐに次の女が欲しくなり、その女をものにするためにこっちの女を売る。 考えてみれば情けねえようなもんだ。まったくのところ自分で自分が情けなくなる時があるよ。今夜また一人やるとか言ってたが、そういう口でうまく騙したんだな。本当に情けなくなることがあるんだ。兄にゃ、そんなことはねえか今夜は情けなかねえんだな。ごーってもんかもしれねえ。 甘えたことを、と文治が言った。しばらく土地を売って、息抜きがしてんだ、と、まさは遠くを見るような目つきで続けた。その娘は二十六になる。下に妹が二人あって、その二人は嫁に行っちまった。姉のそのおむらというのは一番器量よしなんだが、縁不縁というやつか、今日まで売れ残っていたんだ。 引っ掛けるにはもってこいか息抜きがしてって言ったろうその娘は百両持ってくるはずだ」とマサは続けた「うちは大店だし二十六にもなる娘を嫁にやるとなれば軽くやっても二百両や三百両はかかるだろうそれを百両で型がつくんだし娘は初めて男の味を知るわけだ」 礼でも言ってもらいてえか。貴さらずに遠い親類がいるんだよ。マサは得意を振ってみて、残り少ないのを逆付きに継ぎながら言った。そこへ行って半年か一年、のんびり暮らしてきてえと思うんだ。一口に百両って言うが、いくら大店だって百両は大金だ。 娘なんぞに持ち出せるようなところへ放っておきゃしねえぜ。それが金を扱う商売なんだ。七と両替を兼ねているんでね。五百両ぐらいの金ならいつでも手の届くところにあるんだ。七と両替だって金杉本町じゃ一番の店構えだ。文治が何か言おうとしたとき。 向こうで一人で飲んでいた百姓風の男が、こっちへやってきて、まさに呼びかけた。いい景気らしいなぁ、マサ。と、その男は言った。なんでそんなに儲けた泉屋の親分ですか。ちっとも気がつかなかった。と、マサは機嫌を取るように言った。おかげになりませんか。願い下げだな。 男は目の隅で文治を盗み見ながら言った。おめえの酒は女癖、せ、しゃれて言えば女の涙で塩おっかからな。連れがあるようだが友達か。ええ、刺し物職でね。名前は文治だ、と文治が言った。住まいは京橋白魚菓子の吉蔵棚で、年は二十九。 他に聞くことがあったら言ってくれ。答えられることなら何でも答えるぜ。さあむきになるなよ、かた。と、男は皮肉に言った。怒るとせっかくの酒がまずくなるぜ。兄と、マサは文治に一種の手真似をし、頭を下げながら言った。頼むよ。文治はそっぽを向いた。そうだ。 その方がいい」と男は言ったこんなところで男をあげたって三文の徳にもなりゃしねまマサ邪魔したなとんでもねえ親分よしやがれてめえに親分なんて呼ばれるほど落ちゃしねえよ。今度親分なんて言ったら承知しねえぞ黙ってろよと文次がまさにやごをしゃくった ところに十手を飲んでれば天下様だからなそして男に言った「お前さんのこっちゃねえぜ泉屋の親分ありがとうよ」と男は霊賞した男は元のところへ戻って感情をしそのまま外へ出て行った子女が酒を持ってきマサはまた茶と調合しながら 一体どうしたことだと文次に聞いた。あんなにつっかかってよ。とマサは言った。先は何にも言わねえのに、こっちからつっかかるなんて気が知れねえ。ほら、ハラハラしちまったぜ。おかっぴきはできれいだ。文次はどまえつばを吐いた。世の中におかっぴきくれいきれいなものはありゃしね。 何かかあったのか「この干物はまずいな」。文次は箸で魚をつつき「こいつは草屋の」と言いかけてその言葉を刃物ででも断ち切るようにピタッと唇を引き結んだ。マサも同時に「これは草屋の」と言いかけ文次が急に口をつぐんだので彼もあとは言わずに文次を見た。すると 文次はその不審そうなマサの目に気づいて照れたようなどこか曖昧な微笑を浮かべた。よせよ、と文次は言った。そんなんじゃねえぜ。何がさ、きれいなじゅっ手の後で草屋に気がついたから嫌な心持ちになっただけだ。じってと草屋と縁があるのかと言ってマサも思い当たったのだろう。 丈夫そうな黄色い歯を見せて笑った。そうか、草屋は三宅島かどっかで流人が作るって聞いたっけ。俺は悪い野郎だ。文治は続けて二杯飲んだ。生まれつきの性分なんだろう。手に負えねえ乱暴者でしょっちゅう周りのものを泣かした。一番好きなやつ、かわいいやつほどいじめたもんだ。 どういう気持ちなんだかわからねえ。一番かわいい妹の巾着から銭をくすねたり、大事にしているおもちゃを壊したりしたもんだ。そうして親に叱られるとうちを飛び出し、どっかの物置とか、巻小屋なんぞへ潜り込んで寝て、二日も三日もうちへ帰らねえ。そんなことを数えきれねえほどやった。それが、 彼は手弱で一つあおって続けた。うちで綿の厚い布団にくるまって寝るより、そうやって物置なんぞで寝る方が、俺には嬉しかったんだ。親父もおふくろもいい人だったし、兄貴や妹たちもいい兄弟だった。ところが俺だけはそんな性分で、それをどうしようもなかった。自分で自分がどうにもならなかったんだ。 わかるよ」とマサが真面目にうなずき大事そうに杯の酒をなめた「それじゃあおかっぴきがきれいなはずだな」「十四の年にうちを飛び出した」と文次は言ったそれからこっちおかっぴきとかじってなんぞがむやみに憎にく,くなった悪いことをする人間はある だが大抵は気の弱い奴か。どうしようもなくってやっちまうんだ。やった後では自分で自分の骨を噛むほど後悔するんだ。おめえだってそうだろう。マサは黙って自分の杯を見守っていた。吉えは別だ。と、文治はなお続けた。しかしまともな頭を持っていて、それでも悪いことをする人間はかわいそうなんだ。 悪いことをするたんびにじってで殴られ鳥り縄で縛られるよりもっともっと自分で自分を悔やんでるんだ。俺だってまともな将分に生まれたかったよ。当たり前に女房をもらって家を持ちて一日の仕事から帰ると家へ行って汗を流し女房子と一緒に晩飯を食べてそれが人間に生まれてきた楽しみってもんだ。 そんな風にして飲む一本の酒は、料理茶屋で十を使って飲む酒よりうめえだろう。それが俺にはできなかった。俺にはそうすることができなかったんだ。四人連れの客は、さっきから歌を歌い出し、皿小鉢を叩き出したので、小女がよしてくれと止めにいった。一人がいきなり立ったが、 つれがなだめて皿小鉢を叩たたくのはよし,した。けれども歌の方はかわるがわる、もっと高声で歌い続けた。そこへ二人連れと三人連れの客が入ってき、さっき口論した二人連れが出て行った。こんなことを言うのは変だが、と、まさがそっと言った。よかったら兄、俺たちと一緒に木更津へ行ってみねえか どうして木更津にだって差し物師しの仕事はあるだろう半年でも一年でも江戸を離れて、田舎暮らしも気が変わっていいもんだぜ。俺の話がそんな風に聞こえたか。今夜十時に百両持って娘が来るんだ。芝浜から出る木更津船には二人分の船賃も払ってある。兄の分さえ払えば、それで木更津へ行けるんだよ。 その娘のことを諦めるかどうしておら、角沸かしの片棒を担ぐな、まっぴらだ。と、文治が言った。もっとも、百両というのも怪しいし、娘の来るっていうのも怪しいがな。嘘じゃねえ。正真正銘だってば。本家なすぎで、七両替って言えば。 特んだろうと、文治が言った。あれだけの物持ちのうちの娘が、こんな見えすいた手に乗るとは思えねえ。あげ、おめえの方で一杯食わされてるんじゃねえのかじゃあ、試してみねえな。と、まさはむっとした口ぶりで言った。この向こうに天福寺って寺があるだろう天福寺は知ってる。 その境内に大きなヒノキがあるが、そこで十字に落ち合う約束なんだ。おめえは間違ってる。間違いなしだってばな。間違ってるよ。文字は二杯続けて煽った。あの木は檜じゃねえ。アスナローって言うんだ。なんだ、木の話か。と言ってから、まさは文字を見た。 明日なろう変な名じゃねえか初めて聞いたぜ小せえ時はヒバって言うんだヒノキに似ているがヒノキじゃあねえ大きくなるとアスナロうっていう明日はヒノキになろうっていうわけさところがどんなに大きくなってもアスナロう。決してヒノキにはなれねえんだマサは目を伏せ 何の意味もなく茶の入っているビンを指でつついた「俺たちみてえだな」とマサがつぶやいた文次が彼を見た「何だって?」「兄も今言ったまともな暮らしがしてって」とマサは力のない声で言った「俺だってそう思わねえことはねえんだ」 それがどうしてもそうはいかねえ。ちょうど、明日なろうみてえに、この世じゃまともな暮らしはできねえようだ。文次は笑ったが、すぐに笑いやめ、まさの方へ身を乗り出した。そう気がついたら、特銀の娘をあき諦めろ。と、文次は言った。おめえはまだ分え。この辺で立ち直れば。 深みへはまらずに済むぜ。それができれば、とっくにやってるさ。一緒に、木更津へ行こう。と、文治は感情を込めて言った。ぐれた同士だから、おたげえが力になれる。田舎行って地道に稼いで、汚れた体をきれいにしようじゃねえか。 兄ぃにそんなことを言われようとは思わなかったな。マサは渋い顔をした。せっかくだが、そいつはダメだ。娘はもうのぼせあがって、俺とならどんな苦労でもする気になってるし、何しろ百両ってものがついてるんだからな。そんな大金を手にするのは、生まれてこの方初めてなんだから。その時、 店へ三人の男が入ってきた。一人は四重絡みで、目明かしとすぐにわかる風景であり、他の一人はさっきの百姓風の男、もう一人は職人のような格好をしていたが、店へ入ってくるなり、目明かしと見える男が、みんな静かにしろと怒鳴った。その声の異様な鋭さに騒いでいた四人連れをはじめ、みんなが話をやめて振り向いた。 すると、目明かしと見える男は、懐から実手を出して見せた。ご用であると男は言った。みんなそこにじっとしてろ動くんじゃねえぞマサは文治を見た。文治はやんわりとした動作で立ち上がった。三。その野郎と、目明かし風の男は、実手を文治に向けながら叫んだ。 動くなと言ったら動くなじっとしていろ文治は振り向きもせず、体が宙にでも浮いているような軽い滑らかな動作ですっと板場の方へ消えていった。極めて滑らかではあるが、板場と店との間にかかっている縄のれんの向こうへ彼の姿が消えたとき初めて、それがどんなに素早く的確な動作であったかがわかった。目明かし風の男は、 呼びこぶえを鋭く吹き他の2人は文次の後を追った板場では2人のわめく声がし店の客たちは固くなってそれぞれの反対に向かったまましんと息を殺していた目明かし風の男はまさのそばへ来彼の肩をじっ手で押さえ「動くなよ」と言って板場へ入っていった「金さん大丈夫よ」 女の一人が後から来た二人連れの客の一人に言った。あんた震えてるじゃないの。飲んでたって大丈夫よ。俺が震えてるか震えてるわよ。と他の子女も言い小さな肩をすくめて含み笑いをした。そら見なさい。おちょこが持てないじゃないさ。客の連れが笑っていった。 震えるのは金庫の持病だ。酒の中毒でな、酔えばすぐに治まるんだ。な。よしあがれ。金庫と呼ばれた男が言った。ほら、震えてなんぞい,いやしねえよ。マサは反対に持たれたまま、そっと自分の両手を見た。顔には血のけがなかったし、手指はひどく震えていた。指を広げると、 右手の中指と薬指とが震えのために触れ合うほどであった板場は静かになっていた裏手の方で三度ばかり呼びこぶ絵が聞こえたが三度目のはかなり遠くそのあとは聞こえなかった客たちがほっとするとしきりの縄のれんからこの店の主が顔を出して「お騒がせしましてすみません」 お辞儀をしたどうぞ召し上がっておくんなさいもう想像しいこともないでしょうから今の男はどうしたと3人ずれの客の1人が聞いたうまく捕まったかどうですかねとあるじが答えた何しろすばしっこい男で足の脇を抜けて裏口へ出て行ったんだが まるっきり煙でも流れていくようなあんばいでしたよ。帰ってもいいのかなと、向こうから客の一人が言った。すみませんが、待っておくんなさい。と、あるじが言った。誰も動かすんじゃねえって言ってましたから、どうかもうちょっとそのままでいておくんなさい。そして、もう一度お辞儀をして、あるじは板場へ戻った。 ひでえ目に遭うぜ。と、客の一人が言った。人間なんて、どこでどんな目に遭うか知れたもんじゃねえ。カカアの親類が来ていて、今夜もら、もうえっていなくちゃいけねえんだ。また始めやがる。と、その連れの一人が言った。こいつは口を開けばカカアだ。どうしてそんなにカカアが気になるんだ。気になるなんて。 や優しいもんじゃねえ。と、他の一人が言った。こいつは神さんに惚れてやがるんだ。一緒になって十年の世も経つってのによ。嫌やな奴やさ。マサは手酌で一つ飲んだ。どうしよう。恐怖と混乱した気持ちが彼の表情にそのまま現れていた。追い詰められ断崖の端に立って、 逃げ場のないことに老媒しているような顔つきであった。周りの客たちは次第に陽気さを取り戻し、店の中は器物の音が賑やかに話したり笑ったりする声を縫って、ん女たちの注文を通すキンキンした声も聞こえ出した。まさには何も耳に入らないらしい。彼は空の杯を持ったまま、幾度も吐いをつき、幾度も自分の手を見つめ、 また、寒さでも感じるように、絶えず襟をかき合わせていた。どのくらい時が経ってからだろう。肩に手を置かれて、マサはほとんど飛び上がりそうになり、妙な声を上げながら振り返った。彼が、泉屋の親分と呼んだ、百姓風の丘っ引きが来て、い、彼の脇、文字がかけていた反対の側へ腰をかけた。 どうするんです親分。おやぶんマサはどもりながら言った。あしは何にも知りませんよ。取って食うわけじゃねえ。まあ落ち着けよ。おかっぴきは振り向いてんなを招き、水をくれと言ってから、懐に突っ込んであった手ぬぐいを出して汗を拭いた。マサ、おめえ今の男とどんな関係があるんだ は口を開いたがすぐには声が出ない様子で開いた口を閉じつばを飲み込みながら強く頭を左右に振った「何にも関係なんかありません」とようやくマサは答えた「ただ誘われたから一緒に飲んだまでです」「おめえは薄っ汚ねえ悪党だ悪党の中でも一番薄っ汚ねえドブネズミだ」 おかっぴきは言い子い女の持ってきた湯飲みの水を飲んでとんと湯飲みを反対の上へ置いた「てめえみてえな野郎に騙される女も女だが五体揃った一人目の男が弱い女を食い物にして女に泣きを見せて生きていくた聞くだけでも肝が煮えるぜ」。マサは黙って低く頭を垂れた。 他の客たちはまた静かになり、目を見交わしたり囁き合ったりしていた。ご情報ではてめえをひっくくるわけにはいかねえ。それが残念だ。と、おかっぴきは続けた。本来なら押し込み強盗より罪が重いんだ。俺はできることならてめえを八つ咲きか、のこぎり引きにでもして殺してやりていくれいだ。いつか俺の手で、 そうしてやりてえと思っているんだぞマサ聞いてるのかえへへえええマサはびっくりしたように顔を上げ急いで何べんもうなずいた聞いてますええちゃんとこうして伺っていますおいお前さんたちかっぴきは客たちに向かっていったこいつは見せ物じゃねえんだぜ みんな飲み食いに来たんだろ。う。そんなら飲んだり食ったりしているがいい。こっちに気を使うことはねえんだぜ。客たちは顔を背け、急に思い出したように得利や酒好きを取った。そこへ小女が酒と魚の小皿を盆に乗せて持ってき、おかっぴきの前へ並べた。蝶場からです。と小女が言った。どうぞ。 召し上がってくださいまして。水をもういっぱい1杯。くんなとおかっぴきは言った。大きい湯呑みの方がいいぜ。こんなは去った。まさ<サ>とおかっぴきは言った。至高の平次とどんな仕事をした。まさは腑に落ちない顔で相手を見た。思考の平次ですって。 しらばっくれるな。知りませんよあしはそんな人間は見たこともありません。しらばっくれるなってんだ。おかっぴきの上唇がまくれてタバコのヤニのついた歯が見えた。てめえが昨日から一緒だったことはちゃんとこの目で見ているんだぞ。だってあしは。と言いかけてマサは目を見張った。 今の文ですか。至高の平次だだってあれは京橋白魚菓子の差し物詩で小女が大きな湯飲みを持ってき岡っぴきの前へ置いて去った岡っぴきは並べてある酒と魚の皿を押しやり水を二口喉を鳴らして飲んだあいつは左の腕に 花札の思考の入れ墨をしている。それで思考の平時と言われているが、二人も人を殺めた教場持ちだぞ。二人も殺めた一人は藤沢塾、もう一人は川崎、どっちも実手を預かる御用聞きだ。岡っ引きは片手を伸ばしてマの襟を掴んだ。さあ、入ちまえ。 てめえ平次とどんな仕事をした知らねえ。あっし何にも知らねえ。晩書へしょっぴこうか。おら、あっしは三日目に品川のマス屋であった。ほんとです。初めてマス屋であって、向こうから誘われて飲み出したんで、それからずっと酒の付き合いをしていただけです。嘘はつきません。本当にそれっきりの付き合いなんです。 止まったのはどこだ岡っ引きは掴んだ襟をねじり上げた。やろう、ごまかすと承知しねえぞ。最初は品川の万事がみ。と、まさは喉の,の詰まった声で言った。ゆんべは高輪の松林という安宿です。今夜はどうする手はずだった何にも。と、まさは首を振った。 まだ何にも相談しちゃいません。相談する暇がなかったんです。平時の荷物は松葉やか知りません。ずっと手ぶらでした。間違えはねえだろうな。マサが頷くと、おかっぴきは襟を掴んでいた手を離し、湯のみの水を飲んだ。彼は他の客たちを横目で眺め、マサは震えながら襟をかき合わせた。 平次は何を喋った岡っ引きは向き直ってマサに言った。今どんなことをしているか、これから何をしようとするか、平次の喋ったことを残らず話してみろ。これってほどのことは言いませんでした。と、マサは首を撫でながら思い出そうとするように頭を片方へかしげた。あしの聞いたのは、宇田川の生まれで、 うちは酒問屋だったって、何でも十二三からぐれ出してあげく、長いこと髪型から越後の方とか差し物食をしながらいろんなところを回り歩いたが、親兄弟の顔が見たくなって帰ってきた。そんなことを言ってました。親兄弟に会ったと言ったか。マサは首を振った。その宇田川町のうちが寝年の火事できれいに開けちまって、 親たちの行方も知れねえっていう話でした。なんていう屋号だ。さあ、なんて言いましたか。考えてみてからマサは答えた。そいつは聞かなかったようだな。ええ、屋号のことは言いませんでしたよ。白魚菓子の長屋ってのは、そういうのを聞いただけです。今になってみると嘘かもしれませんが。 それでみんなかこれで残らず申し上げました。隠し立てをして後でばれるとお縄にするぞ。と、おかっぴきは言った。平次は人殺し教場。ちっとでもてめえにかかり合いがあれば、これまでの罪をきれいに背負わせてやるぜ。ええ、そうしてください。まさは弱々しく答えた。 あしにもし罪があるなら、いつでもお縄をちょうだいしますよ。おかっぴきは唇を引き締め、今にもつばを吐きかけそうな顔できっとまさをにらみつけたが、ようやく下打ちをして立ち上がった。もう一つ言っておく。と、おかっぴきは歯と歯の間から言った。今度平時に会うか、居所がわかったら知らせるんだ。 いいか、きっと知らせるんだぞ。わかりました。と、マサは気まじめに答えた。そんなことがあったら、きっと知らせに上がります。きっとそうしますよ。おかっぴきは出て行った。この間に三人連れの客が入ってき、一組が勘定をして出て行った。彼らは高声に話し出したが、 マサの方は見なかったし今の出来事には触れないように努めて話題を避けているのが感じられた「嫌やなやつ」と子女の一人がマサの方へ来ていった「親分面をして威張り腐ってさ私あ,あいつ大っ嫌いだわ気にすることなんかないわよマサさん」「何でもねえさ」とマサは薄笑いを漏らした。 あの商売は嫌われるからな。時々威張りたくなるんだろう。へいへいしていりゃご機嫌なんだから、アメもんさ。これ、飲みなさいよ。ん女は、おかっぴきの前に置いた缶毒りを取って、マサの方へ差し出した。おかみさんにうるさいから持って行けって言われたのよ。いつもなら当たり前なような顔で飲むくせに。今夜は珍しく手をつけなかったわ。 ししましょう今何時ごろだろうマサはシを受けながら聞いた「五つになるかな?今」「今天福寺で五つが鳴ったばかりよ」と言って少女はこびるような目をした「これあったかいのと取り替えてこようか」マサはそっと子女の手に触った「おめえもそういうことに気がつくようになったんだな」 気量もぐっと上がったし、気が揉めるぜ。嘘よ。ん女はマサの手を叩いた。マサさんはすぐそれだもの。あたしみたいないなかものは本気にしちゃうわよ。はっちゃん。と、向こうから小女の一人が呼んだ。こちらでお呼びよ。焼いてるのよ。と、肩をすくめ。 と呼ばれたその子女はまさから離れながらささやいたあったかいのを持ってくるわねまさはうなずいて盃を口へ持っていったと彼は独り言を言った向こうから食いついてくるんだから世話ねえやあの軍次に逃げられてどうしようかと思ったが これでこの感情も心平なしかいい辻裏だぜ4櫛形の月が空にかかっていた天福寺の本堂が影絵のように見え風はないが海が近いので空気に潮の花がかなり強くによっていた寺の裏にあるその空き地は秋草がまばらに茂っていた 虫の鳴く音がやかましいほど高く聞こえた。空き地のほぼ中央に、さしわたし二尺余りのアスナロうの木があり、その脇に小舟をあげたのが伏せてあった。船は古くすっかり乾いていて、底板が一枚剥がれ、その穴から草の穂が伸びていた。空き地へ入ってきたマサは、片手に持った風呂敷包みを、 その小舟の底の端へ置き、片手で底板を押してみた。すると、その板はひとたまりもなく、もろい音を立てて裂けた。そういうことか、と彼は下打ちをした。もう、務め上げたってわけだな。マサは月を見上げ、あくびをして、後ろ首に止まった顔叩たたいた。いよいよとなると、 ちっとばかり心細くなるな」とマサは独り言を言った「生まれてっから芝を離れたことがねえんだからな木更津か天気の日には芝浜からぼんやり見える海の向こうといってもほんのひとまたぎだそうだがそこで暮らすとなるとこいつやっぱりちっと心細いような気持ちになるな」マサの周りで 虫の音が急にやみ、明日なろうの木の後ろから誰か出てきた。え<っ>と、マサは飛びのいた。ええー、びっくりした。脅かすな。誰だ。出てきた男は、しっと手を振り、藍色に染めた放かぶりを取った。あまり明るくない月の光で、それが文字だということがわかった。お兄。 まさは仰天したように一歩下がった「おめえどうしてこんなところへ?」「大きな声を出すなよ」と文次が言った「おめえさっきここで特議の娘と会うって言ってたじゃねえか」「そりゃあ言うことは言ったが疑わしけりゃ来てみろとも言ったぜ」「まあ落ち着けよまだ暇はたっぷりあるぜ」 は伏せてある小舟の端の風呂敷包みをどけてそこへ浅く腰をかけた「そいつはガラッと行くぜ兄ここんとこは大丈夫さそっちはもろくなってるがねおめえもかけねえか」だって「兄は」と言いながらマサは文次の脇へかがんだ「今兄は こんなところでぐずぐずしていちゃ危ねえんじゃねえか気にするな。と、文治は言った。あんな駆け出しのおかっぴきに捕まるような土地じゃねえや。それとも、俺がここにいちゃまずいかそんなことはねえ。まずいなんてことはねえが。まさはちょっと口ごもった。実を言うと、あのおかっぴきにダメをされたんだ。 あいつが戻って行ったのか。マサはうなずいた。正直に言うが、兄のことはすっかり聞いた。おっ。と、マサは片手を上げ、その手先を振りながら急いで行った。おりゃ知らねえ。俺の知ったこっちゃねえ。おら、ただ聞いただけなんだから。そう、慌てるなよ。と、文次が遮った。 それより野郎はどうダメ押しをしたんだ兄に会うか居所が分かったらきっと知らせろ。さもねえときゃかかり合いにしてひっくくるってよ。文次は低く笑った。いいじゃねえか。オラは現にこうやってここにいるんだ。すぐ知らせに行ったらどうだ。冗談じゃねえ。馬鹿にしなさんな。 マサは、すねをたたき、そこをぼりぼりかきながら立ち上がった。いくら俺がなんだって、兄を刺すほど腐っちゃいねえつもりだ。三日酒の義理かあんげえかてえところがあるんだな。そいつは知らなかったぜ。と言ってから、急に頭を振った。いや、そうじゃねえ。危なく感じいるところだったが。 おめえが刺しに行かねえわけは他にある。おい、マ、ま、サ、ごまかすな。型無しだなと、マ、ま、サは吐いをついた。あっちじゃ、しらばくれるなと言われ、こっちじゃこっちでごまかすなか。前提どんな弱い尻があって、俺が兄をごまかすんだ。特忍の娘よ。名はおひろと言ったっけな。 お村だよとマサ、ま、が言ったおむらがどうしておめえたちは今夜ここでおちあって船で一緒に木更津へ逃げるんだろうと言って文次は頬の顔をたたいたとすりゃおかっぴきのところへ駆け込むわけにはいかねえ行けば木更津行きがおじゃんになるからなどうだ図星だろう そうか。とマサは考えてみてから言ったそいつは気がつかなかったなるほどそういうことになるか<え>そりゃまあいいや文次は持っている手ぬぐいでうるさそうに顔をはらいそいつはいいとして相談があるんだとゆっくり言ったこりゃほんの相談なんだが おめえ聞いてくれるか木更津へ一緒に行くって話か俺とおめえと二人でだ。文次はさりげなく立ち上がり、ブラブラ行ったり来たりしながら続けた。俺も汚れた人間だが、おめえも随分罪なことをやってきた。女に金を持ち出させ、散々んん慰んだ上売り飛ばす。 おむらという娘も同じように酔ってしまえば、また次の娘にかかるだろう。いつまでもそんな罪を重ねていれば、ろくなことありゃしねえ。そういう女たちの恨みだけでも、畳の上で死ねやしねえぜ。その話はさっきも聞いたよ。と、マサはむっとした口ぶりで言い返した。断っておくがね兄。 ほら、生まれつき合情っぱりで、人の意見なんぞ聞いたこともねえし、意見なんぞされれば余計合情が張りたくなるんだ。どうか俺のことはほっといてくんな。だろうな。だろうと思うよ。と、文治はまたゆっくりと言った。やることは違っても、俺たちの性分には似たところがある。多分そんなこったろうと思ったが。 相談するだけは相談してみたかったんだ。他のことならともかく、そいつだけは勘弁してくれ。それだけはできねえ相談だ。もうその話はやめにしてもらうぜ。わかったよ。そういうものをどうしようがある。文次は懐へ手を入れながら、さりげない足取りでまさの方へと近寄った。 おめえの気持ちがわかればいいんだ。もう話すことはねえさ。文治の手がさっとマサの胸へ走った。なんだとマサがびっくりした。いきなり人をこづいたりして。片手で胸を押さえながら、そこまで言うとマサは、うっと息を詰まらせた。文治の右手がもう一度マサの体へ飛び、マサは、 うとう,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 うめきながら前へよろめいたガクンと片方の膝が曲がって地面へつき立ち直ろうとしたが前のめりに倒れて両足を縮めた「何の恨みだ」とマサが食いしばった歯の間から言った「俺が何をした?」「堪忍しろマサ」 こうしなければならなかったんだ。わけを聞かしてくれ。生涯に一度、いいことがしたかった。文治はかがんで、持っている合口の葉を草の葉へこすりつけた。これまでの罪を償うとは言わねこんなことで罪がなせるとは思わねえが、もう俺も運が尽きた。 今度はどうあがいてもだめだろう。どうせ亡くなる命なら、生涯に一度、人助けがしたくなった。これが、と、マサは切れ切れに言った。どうして、人助けだ。あの娘を、助けてやりたかったんだ。聞こえねえ。それにおめえだって、 罪を重ねて生きているより、この辺でおさらばをする方が安楽だ。と、文治は言った。俺もおめえも、所詮一度死ななけりゃ、真人間にはなれねえ。お互いにさんざか勝手なことをしてきたんだ。一緒にこの世をおさらばとしよう。なあ、マサ。わかるだろう聞こえねえ。と、マサは身もだえをした。 俺にゃ、よく聞こえねえよ。おめえ一人はやりゃあしねえ。文治はマサのそばへ行って鏡、相手の耳へ口を寄せていった。マサ、俺も後からすぐに行くぜ。マサの両手が文治の腹へ飛んだ。文治が膝をつくと、もう一度マサの手がひらめき。 同時に文次もまたマサの胸を刺した。マサは喉をゴロゴロ鳴らし、仰向きになったが、すぐに上半身だけ横になり、合口を持った両手が静かに草の上を滑って伸びた。その時寺で四つの鐘を打ち始めた。鐘楼は本堂の向こうにあるのだが、鐘の音はかなり高く。 空き地全体を震わせるように聞こえた文次は手ぬぐいを丸めて懐へ入れ傷口の血を止めると着物の上から押さえながら静かに立ち上がった「こいつがこんなことを」と彼はつぶやいた「こんなことをしようとは思わなかったうまくはめられたしゃれた野郎だ」 その時、寺の脇から、ちょうちんの光が一つ。半分は袖で隠されて、こっちへ近寄ってきた。文治は頭を振り、目をそばめて、それがちょうちんの火であり、その光に照らされて見えるのが、娘の顔だということを知ると、あっと言って、右手を前へ出した。いけねえおひろと、彼は叫んだ。 こっち,へ来ちゃいけねえそのままうちへ帰るんだ娘は一度立ち止まったがすぐ足早にこっちへ来た「あんた誰?」と娘が聞いた「マサさんじゃないわね」「ここへ来ちゃいけねえ早く帰るんだあの人はどうしたんですマサさんは」娘はせきこんで聞いた あんたさんと会ったんたたさとっでしょどうしてあの人は来ないの何か間違いでもあったんですかお前さんはだまされてる。と文次は顔を背けながら言った苦痛のため言葉が切れ後を続ける前に彼は深い呼吸をしたあいつはお前さんをだまして百両という金を持ち出させ。 一緒に木更津へ逃げようと言ったこれはあたしのお金なのよお嫁に行く時に持って行くことになっていたあたしのお金なのよああ文治は首を振ったあいつはお前さんを女房にはしないその金のある間は遊んでいて金がなくなればお前さんの身を売っちまうんだ なんですか誰でもねえそんなことはどっちでもお前さんはうちへ帰るんだ文次は歯ぎしりをして空を振りあおぎそのままでいったあんな人間のクズみてえなやつに関わっちゃいけねえあいつのことは諦めて早くこっからあを見。 口を開けて、それから鋭く叫んだ。あんた、兄さんじゃないの違う。文次は顔を背けながら首を振った。ほら、そんなものじゃねえ。今あんたは、おひろって呼んだわ。と、娘は言った。どうしてその名を知ってるのよ。あたしは体が弱かったので、重視の年に、おむらと名を変えたのよ。 あんたは兄さんだわ。あたしが十二の春に家出をした、文治兄さんよ。そうでしょ。文治はよろめき、片手でアスなろうのみきにつかまって、危うく身を支えた。違う。おら、そんなものじゃねえ。顔見せて。顔をよく見せてちょうだい。娘はちょうちんをもっと近寄せた。そして突然、 片手で鼻を覆うと「血だわ!」と震え声で言って脇へ飛びのき何かにつまずいて転びそうになった抱えていた小さな包みが落ちちちょうちんも取り落としそうになったがその時初めてそこに横たわっている死体を見つけた「触るな!」と文次が言った「触ると身のがれだ着物も汚れるぞ」 娘は死体を見下ろしていた。口の中で、マサさんと言ったが、舌がつってほとんど言葉にはならなかった。全身が誰かの手で揺すぶられるようにおののき、膝がガクガクした。娘は口を開いてあえぎながら、そっと片手を伸ばし、死体の顔へあてがっていたが、やがて何かを切り裂くように喉を絞って悲鳴を上げ、 後ろ下がりに死体から離れた死んでいるあの人は死んでいる娘は震えながら振り返って文次を見たあんたが殺したのねそいつは悪党なんだどうしてなのどうしてあの人を殺したの俺も一緒に行くんだ は胸を押さえた手に力を入れた「俺もあいつもこの世ではまともに生きることのできねえ人間なんだ私この人が好きだったのよおめえは知らねえんだ知ってるわみんな知ってるわ」と娘は乾いた声ではっきりと言った。 この人がどんないけないことをしたか、世間でこの人をなんて言ってるか、あたしちゃんと知ってたわ。でもあたしはこの人が好きだった。あたしならこの人をまともな人間にしてあげられると思ったし、そうでなくっても、この人のためならどんなに苦労してもいい、どんな悲しい思いをしてもいいと思ってたのよ。それを、 兄さんは殺しちゃったのね。違うと、文治は首を振った。おら、おめえの兄なんかじゃあねあんたは、昔からひどい人だった。と、娘は構わずに続けた。小さい時から手に負えないことばかりして、うち中の者のがいつも肩身の狭い思いをしていたわ。そればかりじゃない。 あんたはあたしのお小遣いを盗んだり、あたしをいじめて泣かしたり、あたしの大事にしている人形をいくつも壊したりしたじゃないの。忘れやしないでしょ。そこで娘は泣きだしたが、言葉はもっと冷たさと厳しさを増した。あたし、この人が好きだったと娘は叫ぶように言った。 生まれて初めて好きになった人なのよ。二十六になるまで男の人なんか見るのも嫌だったのに、この人だけは生まれて初めて恋しいと思ったのよ。それを兄さんは殺してしまった。昔私の大事にしていた人形を壊したように、兄さんはこの人まで殺してしまったのね。あんまりじゃないの。人知いだ。 おら、おめえの兄なんかじゃねえ。そうよ。兄さんなんかであるもんですか。と、娘は言った。あんたはただの悪党。ただの人殺しだわ。誰よりもむごい。血も涙もない人殺しよ。文治は、明日なろうから離れ、力の抜けた足をかばうように、よろめきながらゆっくりと歩き出した。 どなたか来てください」と娘はつんざくように絶叫した「人殺し誰か来てください人殺しですよ!」「おら兄貴じゃねえ」と歩きながら文治は上ごとのようにつぶやいた「そんなものじゃねえ人違いだ」 傷は痛まなくなったようだ。けれども出血は止まらないと見え、歩いて行く足跡が一歩ずつ血に染まった。木更津だったなあ、と彼はまたつぶやいた。船賃も払ってあるって言ってたっけ。待ってくれ、マサ。一緒に行こうぜ。 娘はまだ叫んでい,い、やがて文次の去った方からいくつかの提灯の日がこちらへ駆けつけてくるのが見えた5。空はしらみかけていた。波の音もしない芝浜は一面に濃い乳色の霧に包まれ、時々波の寄せる音が聞こえるほかは、海も渚も見分けがつかなかった。 漁釣りから帰った漁師が5人。船を上げ終わると一人が砂浜の上に何か見つけ連れの四人を呼んだ彼らは集まって行って何かを取り囲み一人が高い声で別の船の漁師を呼んだ霧が濃いので彼らの動きは影絵のようにしか見えないがやがてその人数は次第に多くなり 何か言い合う興奮した声が聞こえたそのうちに中年の漁師が2人こっちへ急ぎ足にやってきた「ヤクザのけんかだな」と一人が言った「どっかこの近所でやってここまで逃げてきて死んだんだろう」「おい気をつけろ」と連れが地面を指さしていった「そこは汚れてるぞそらこっちもだ」 踏まねえようにしろよ。はじめの漁師は脇へ避け、注意深く歩きながら言った。晩初で面倒なことがなけりゃいいがな。二人は霧の中を歩み去った。